はい、ということで皆さんご無沙汰しております、パクセレンでございます。本日やってきておりますのは神奈川県横浜市磯子区にあります新杉田駅、新杉田駅の JR 根岸線の改札からね、ずっと崎陽軒とかそれから文明堂のお店の前を通り過ぎると、こんな感じでものすごく天井が高いところに出てきます。学校の体育館みたいな、そんな天井の高さですよね。昔学生時代にボールを上にぶん投げたらそのまま鉄骨に挟まってしまって二度と取れなくなったみたいな、そういう苦い経験をしている人もたくさんいるんじゃないかなと思いますが、本日やってきておりますのは JR ではなくこちらの新杉田駅。なかなかね、神奈川県民でも乗る機会なくて僕も久々に乗ったんですが、今回ご紹介しますのはこちらシーサイドラインです。シーサイドラインはここ横浜市は新杉田駅を出発しまして、東京湾岸の埋め立て地のところを走行、最終的には横浜八景島シーパラダイスの脇をかすめて、そして京急線金沢八景までを結んでいる路線です。全般的にこういう風にね、京急線がすぐ横をぴったりくっつくように走っていくんですが、京急が内陸の丘陵地帯を攻めるようにあっちへ行ったりこっちへ行ったりしながら走るのに対し、こちらシーサイドラインはですね、もう本当にもう信じられないようなね、カーブを連発しながらこのように海沿い海岸線をなぞるように走って、最終的には金沢八景で京急本線にぶつかるというような線形になっています。沿線には横浜ベイサイドマリーナや三井アウトレットパーク、横浜ベイサイド、横浜市大附属病院、横浜八景島シーパラダイスなど、まあ、結構ね重要な施設ですとか、それから名所もたくさんあります。通勤通学以外にも、まあ、この辺りのね、まあ、こういった施設に行きたいというお客さんで、割とシーサイドラインは日中でも利用があるんですが、そんなシーサイドラインはですね、実はこの動画のタイトルにもある通り関東を代表する超高額鉄道ということで、この新杉田を出発して南部市場、鳥浜、並木北、並木中央、幸浦、産業振興センター、福浦、市大医学部、八景島、海の公園、芝口、海の公園、南口、野島公園、金沢八景の順にね、こう駅が連なっていくわけですけれども、そんなに運賃高いのかと。終点金沢八景まで行くと運賃320円なんですが、ただまあ金沢八景まで320円というのはね、割と普通の値段だと思います。ただ問題は初乗り。この初乗りがまあちょっとね、とんでもない額になってるんですよ。新杉田の次の停車駅は南部市場なんですが、そこまでの運賃なんと240円、240円ですよ。普通のね、私鉄だったら多分マイナス100円ぐらいが運賃初乗りとしてはまあ割と妥当なんじゃないかなと思います。まあ、最近はね、消費税がどうだとかバリアフリー運賃がどうだらで値上げしてしまって、まあ初乗り運賃が160円台170円台という鉄道会社も少なくないわけですが、ただそれでも240円というのはちょっと異次元の値段です。大体の地下鉄もね、結構運賃高いところとして有名なのは、まあ、京都とか横浜とか福岡とかもそうなんですけど、大体ああいうところもね、初乗り運賃せいぜい210円とかそれぐらいですよ。しかしこのシーサイドラインは驚異の初乗り運賃240円ということで、まあ、他にも全国津々浦々高額鉄道と呼ばれるところはありますが、でもそれは上がり幅が著しいだけであって、初乗り運賃は大した額じゃないんですよね。180円とか190円、まあせいぜいそれぐらいが大体どこの高額鉄道も初乗り運賃として設定されているところなんですけれども、ただちょっと240円というのはもうその意味ではもうすでに異次元なんですよね。さあ改札を抜けてホームにやってきました。この新杉田駅は一面2線の構造になっていて、昼間の時間帯はこちら側の2番線しか使っていません。1番線は朝とそれから夕方の通勤ラッシュだけ使うんですよね。フルスクリーンホームドアが設置されており、ホームの端っこにはトイレもあるんですが、そこの通路からはこの新杉田駅にやってくる根岸線の高架橋なんかも眺めることができます。またうちのチャンネルの視聴者の皆さんは察しがいいので、もう大多数気づいてるんじゃないかなと思いますが、この金沢シーサイドラインは新交通システムでの運転です。過去うちのチャンネルで新交通システムというとね、千葉県のヤママン、あとはそれから東京のゆりかもめ、神戸のポートライナーなどご紹介しておりますけれども、このシーサイドラインも同じようにゴムタイヤでコンクリートで作られた軌道の上を走っていくタイプの新しい公共交通、通常の鉄道を通すほどの需要があるわけではないが、ただバスではちょっと運びきれないよねというぐらいの需要があるときに、こういったゴムタイヤでもって運行する新しい交通機関を作って、それでこの辺りのお客さんの輸送になっているというのが、よくこういうね湾岸エリアではありがちなんですけれども、横浜でもこのように新杉田から金沢八景までの間ゴムタイヤでもって急カーブ急加速急減速を得意とする新交通システムが運行されています。さあ、さっき金沢八景行きの一本前の電車が出て行ったんですが、それが行くともう次3分ぐらいで次の電車がやってきます。昼間このシーサイドラインはおおよそ10分間隔での運転となっているんですが、朝のラッシュ時間帯やそれからイベント開催時にはさらにこれが増便されて5分間隔で列車が走るなんていうことも珍しくありません。さあやってきました。こちらが現在このシーサイドラインで使われている2000系という車両になります。
開業当時はね、もう少し古めかしい感じの1000系という車両が使われていたんですが、もうそれは現在完全に引退しまして、戦闘1両が車両基地で保管されている以外はもうすべて解体されているはずです。このシーサイドライン2000系の車内こんな感じになっているんですけれども、これね、ドアがね、どう見ても JR なんですよね。 JR 東日本 E231系、武蔵野線とか E531系、常磐線みたいな感じになってるんですが、それもそのはず、このシーサイドラインの2000系の製造を担当したのは JR 東日本傘下の総合車両製作所、2013年製と書いてありますが、どこの総合車両製作所なんですかね。新津とそれから金沢文庫にそれぞれ事業所があるんですが、多分この電車は横浜で走ってるんで、その金沢文庫の事業所で作ったんじゃないかな。ドアの横にはこのように4対3ですよ。懐かしいね。これ昔の山手線こんな感じでしたけど、マナー啓発や途中停車駅の案内を流すディスプレイなんかもついています。また先頭にはこのように運転台もあるんですが、通常ここは使っていません。シーサイドラインは全列車が自動運転をやっているからです。ただもし万が一のトラブルが発生した時、例えばなんか信号故障があったとか、それから災害が発生したとか、そういった場合には乗務員さんがこの運転台に座って、そして手動で運転を行うことがあるそうです。ただ基本的には自動運転で全て列車制御が行われているので、このように運転台にはカバーがかけられており、自由にこの一番前のところまで立ち入ることができます。さあ列車はゆっくりと新杉田の駅を出発。新交通システムということで、車輪は鉄ではなくゴムタイヤですから、かなり加速には優れているものの、ただこの駅を出発してすぐのところはね、どうしてもこういう風に線路っていうのかな、この軌道を転線しなければならない関係で、そこまで加速はよくありません。左側を通っている高架橋はこちら首都高速湾岸線。下の側道には中型、小型、大型問わず様々な大きさのトラックや車用車などが行き交います。いや、ほんと皆さん大変お仕事お疲れ様ですという感じなんですが、そういった車たちを見ながらシーサイドラインは急加速。まあ、やっぱりね、鉄道と違ってこのシーサイドラインを含む新交通システムはゴムタイヤで運転されておりますから、通常の鉄道と比べても圧倒的に摩擦力が大きく、またその分加速減速の能力に優れています。東京モノレールや湘南モノレールがいい例ですが、こういったコンクリート軌道とゴムタイヤの相性は極めてよく、加速減速をキビキビ行ってくれるのが楽しいところです。反対方面からの電車もやってきましたが、お、これちょっと珍しいやつですね。1本しかいない特別ラッピングの車両です。今僕が乗っている車両を含む2000系の大多数は、多摩美術大学の客員教授の方がデザインされた幾何学模様のラッピングを施してあるんですが、2編成だけそれとはちょっと違う特別仕様になっています。まもなく列車は新杉田を出発して最初の途中停車駅南部市場に着きます。この新杉田から南部市場までの間っていうのが地味に遠かったりするんですよね。駅は全般的にこんな感じで1面2線の島式ホームとなっており、人身事故のリスクはゼロ。フルスクリーンタイプのホームドアが採用されています。東京メトロ南北線とかでもね、こんな感じのホームドア採用されていますが、こういった安全設備によって、ね、このシーサイドラインでは人と車両が接触するとかいう事故は基本的に発生する余地がありません。さて列車はまもなくまた別の駅に到着しますが、ここでなんと軌道が地上に降りてきました。地上を走る新交通システムというのは極めて珍しく、これとあとは西武山口線ぐらいしかないんじゃないかな。あの西武球場前、あのベルーナドームのあたりを走行している新交通ですけど、多分それぐらいしかないと思います。このシーサイドラインでは今到着した並木北駅の前後のみこのように地上を走っているかなり珍しいところとなっています。なんでここだけ地上を走ってるのかよくわからないんですけどね。この真横を走っている首都高速もこのあたりではこういう風に地上を走行しているのが面白いところ。そしてその並木北駅を出発すると、また次の駅は高架の上にありますので、一気にこのとんでもない急勾配を駆け上がっていきます。通常の鉄道であればここまでの急勾配を登るのはかなり困難なんじゃないかなと思います。箱根登山鉄道みたいな超ハイパワーの電車じゃないとこういう勾配を登ることは不可能なんじゃないかと思いますが、ただそこは安心と安全の新交通システム、コンクリート軌道をゴムタイヤで持って駆け上がっていきますので、そういった車両の登攀力の不足とかは全く関係ありませんし、そういった心配をする必要もありません。次の停車駅が並木中央駅。ここは唯一このような2面3線の構造になっていて、やろうと思えばこのシーサイドラインで快速電車なんかを走らせて、で緩急接続を取るなんていうこともできますが、今に至るまでシーサイドラインでは優等列車の運転を行ったことがありません。また並木中央駅にはこのように隣接してシーサイドラインの車両基地もあります。シーサイドライン車両基地、まあ、あんまりにもそのまんますぎる看板があそこの建屋のところに書いてあるんですが、朝のラッシュ時間帯にはこの車両基地まで改装するついでにお客さんを乗っける並木中央行きの電車なんかも結構たくさん運転されています。
で、この真ん中のところ、今ちょうどね、上下線の高架の間に沈み込んでいく高架がありますが、これが車両基地へつながる回送線。この画面左側へフェードアウトしていく、これですね。ちょうどここではこういう風にトラス橋があるんですが、なんでこんなところにトラス橋があるのか僕もよくわかりません。別に必要ないと思うんですけどね、川を渡るわけでもないし、ちょうどこの真下のところにまた別の道路が通っているんですけど、それとは何か関係があるんでしょうか。ちょうどまた反対側から別の列車もやってきましたが、これもこれでまた特別塗装ですね。このような赤とそれから黒のラッピング、ちょっとスタイリッシュなクールな雰囲気の車両となっています。先ほどすれ違ったあの水色のちょっと明るい爽やかな感じの車両と、それから今すれ違った黒と赤のラッピングの車両、この2本がシーサイドラインの特別ラッピング車両です。こちらにありますのはシーサイドライン沿線で一番の観光名所であることは間違いありません、横浜八景島シーパラダイス。僕もね、小学生の頃に何回か行ったことあるんですけど、もうそれっきりですね。中高、今大学4年生ですけど、もう全く行ってないわ。もう10年以上行ってない計算になりますからね。久々に行きたいなと思いつつ、なかなかそういう機会に恵まれません。まあ、僕の近所には新江ノ島水族館がありますからね、もうそれでこと足りてしまうといえばそうなんですが、列車は八景島駅に到着。この八景島駅、休日になるとね、もう多くの観光客のお客さんで賑わうんですが、ただ今日はただの平日なので、そういったお客さんもあまりいません。天気もそんなに良くなかったしね。この金沢シーサイドラインが開業したのは1989年のこと。利用者数やその立地からゆりかもめの陰に隠れがちですが、実は開業したのはゆりかもめよりも先です。開発が進んでいた横浜市金沢区の埋め立て地を走り、そこに作られていた工業団地の急増する需要に対処するべく建設されました。今ではそれ以外にも八景島シーパラダイスや海の公園への観光客、三井アウトレットパークへの買い物客、横浜市大附属病院への通院客、そして沿線に住む住民の足としても使われています。実際僕の通ってた高校にもシーサイドライン沿線から通ってる人いましたからね。さて、これまで散々シーサイドと言っておきながら全然シーサイドを走ってこなかったシーサイドラインですが、ここでようやくちゃんとシーサイドらしきところを走るようになります。この金沢八景のところにはあの小さな漁港がありまして、その漁港を上からこうまたいでいくようにシーサイドラインの高架橋が通っているんですね。この辺りはちゃんとこういう風にすぐ脇のところをね走っていくので、シーサイドラインのその名前にふさわしいような光景を見ることができるんですが、ただこの景色が見えてくるともう終点の金沢八景はすぐそこ。今ここですれ違っているこちらの電車が今僕が乗っている電車の一本前ですね。先ほど新杉田で出発を見送った電車の折り返し便です。ちなみにこの金沢八景駅、現在ではあそこにあるんですが、昔はちょうど今この電車が通っているこの辺りにあったんですね。この辺の用地買収が難しいということもありまして、1985年から2019年頃までは仮駅での営業が行われていたんですが、2019年にこの現在の新しい駅まで線路が延伸され、2021年からは全面的にこちらの現在の新駅が使われるようになりました。昔は京急とシーサイドラインをこの金沢八景で乗り換えるときは、わざわざ駅の外に出て地上に降りて国道16号をまたがないと乗り換えることができないということで、めちゃくちゃめんどくさかったんですけども、ただこのように現在の位置まで駅が移転してきてからは、京急とシーサイドラインの乗り換えもかなり便利になりましたし、また駅もこういう風にね、すごく開放的な雰囲気になりました。どこかこうね、この温かみのある照明といい、屋根の雰囲気といい、高輪ゲートウェイに結構似てるなと思いますが、このフルスクリーンタイプのホームドアも、金沢八景駅だけはこのような新しいタイプのね、全面型のガラスに交換されたものになっています。他の駅はもうちょっとこのガラス面が小さいんですけどね。僕も昔まだシーサイドラインの金沢八景が仮駅だった頃に京急との乗り換えしたことがあるんですけど、やっぱりね、めんどくさいんですよ。特にあの国道16号をまたぐ部分がね、どうしても信号待ちが長かったので、そこがすごくストレスの原因になってたんですけど、もうそれが今ではもう完全に解消されておりますので、これはいいなと思いましたね。ということで、今回は関東を代表する高架鉄道金沢シーサイドラインについてのご紹介でした。まあ、なかなか県民でもね、乗る機会ないんですけども、皆さんもぜひ横浜のベイエリアを訪れた際には乗車してみてください。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。